皆様こんばんは今週もお疲れ様でした今週もこの花声とともにですねあの楽しい花金を過ごしていただければと思います <laughs> コアなファンの皆様お待たせいたしました <laughs> とっぴですよろしくお願いいたしますあのねもうなんか結構いろんな方見てくれてね本当嬉しい本当めちゃめちゃ嬉しい限りなんですよ本当はこれがあればいいかなってもうそんな感じですよ なんだかんだだか言ってこうあ、モテたくてみたいな、モテたくて2023みたいな感じでやってますけども、なんかもういいかなと思ってて <laughs>、なんかそう思うのも <laughs>、何にも行動してないんですよね。で、マッチングアプリ頑張ってますとか、あの障害者のボランティアとしてやってますって、目見えない人のボランティアやって、デート誘ってますとか。 ディズニーランド一人で行きますだとかえっ、ー、と彼女が欲しいからあの洗剤のボールドあげますみたいな <laughs> 意味が分かんないじゃないですか <laughs> ボールド開げたらモテるのかって話ですよねだとあの去年ぐらいにあのタン子様が教えてくれたんですけどあの動物園でマチコンみたいなのやってるんですよ で、そういうのやってるよって、ドピューも行けばって教えてくれて、ああ、面白そうなん。動物園結構好きだし、よく行くし、ああ、行こうかなと思って見たんですよ。だから、あの動物園って、私あ、あの、手帳が、あの割引が効くので、ただで入らせていただけるんですよ。もう本当、申し訳ないです。ありがとうございます。助かってます。なので、あの、まあ、助かってて、まあ、楽しんでるっていうのがあるんですよ。で、そういうふうなご身分な、あの、トッピングが、 マチコンの動物園に参加した場合ってあの男性6500円かかるんですよ <laughs> かかったんですよでえー、っえって思って別に6500円は高いか安いかっていうのは難しいところですけどもあのタダで入らせてもらってるあのもう本当こんとこの私がですね6500倍も払う価値があるのかなみたいな 思っちゃうんですよねそういうところがケチなところこれ6500倍払ってこれどうなのかなと思ってどうせあれでしょこれなんか列か何か並んでこう喋るでしょみたいな隣の人と話し合わなかったら終わりっしょみたいな,なんかそんなことを考えちゃう結局考えて何にも行動ができてないんだよてめえばっかやみたいなそういう話になっちゃうんですやっぱ行動するっていうこと 考えてるだけじゃモテませんよって行動しなかったらそれは無理ですよって。それはちょっと接近許してくれやせんよって感じです。で、あの、そういうふうなことをですね、私も結構考えず時期がありまして。で、じゃあ、モテようと思って行動したっていう過去の話をちょっとさせていただきたいんですけども。<laughs> やっぱりね、あの、 なんでの出会いの場が多くないと無理だと思うんですよ。意外とこう、なんだろう、統計を取ってですね、客観視して、データをまとめた時期もあるんですよ。私の性格的に、もう結構、合う、合わないっていうのがものすごく出ちゃうので、えっ、ー、と、突っ面白い、お前みたいな話して、結構、私、俺好きだぞって言ってくれる人って、結構、それもまた、マイノリティというか、少数派な部分はあるんですよ。で、その中で、あの、なんでの あ,あなたと付き合ってもいいよっていう女性としとって大体200人に1人ぐらいなんですよ <laughs>。これ大体合ってると思うんですよね。なんで、200人とまず会わなくちゃいけないなっていうところからまず始めてみたんですよ。ああ、なるほどなるほどと思って。だったら結構、人が多いとこ行くしかないなって思って。まあ、だ,とだからといって、まあ、一番手っ取り早いのが仕事なんですけど、職場でそういう、なんで大きい。 でもなんかそういうわけにもいかないって,ってうちは少ないとこだから、まあしょうがないねって話になって、じゃあ,じゃあどうしようかって。だからまあ趣味の方であのまあ充実させればいいやってなるんですけど、まあちょっとそんな時間もなかったんで、困ったなと思って、なんかもうちょいないかな、手っ取り早いのないかなって探してみたんですよね。まあ何個か候補が出たので、まあ今日それを試したお話なんですけど、前振り長くてちょっとくどくてすいません。で、まず第一のコースなんですけども、まあ、モテるイコール何かなって、形で、ね。 なんかバンンプチキンが流行ってたんですよ <laughs> 別にあれなんか一発屋的な感じじゃないのかなみたいな昔なんかねあのバンポープチキンがあの天体観測でバカ売れした時にあのなんか知り合いがバンポープチキンだからなんかライブ会場に入れてやるよみたいな感じで言われたことあるんですよ。別に全然好きじゃなかったし <laughs> その時別にクラッシュとか聞いてたから別にいいかなと思ったんですけどなんかねすごい怒られた記憶がありますよなんかなんかなんか,なん,かなんかライブ前かなんかだったのかな,なんか胸ぐら掴まれて怒られてましたけどまあなんかあんまりそういう話するとなんか嘘っぽく聞こえちゃうんでこの辺でやめますけどもなんかねなんかあんまりと思ったんですよでもすごい人気ありますよね今も人気ありますよねだってあの「君の名は」とかあのなんだっけあの あの天気の子とか、あともう一個、すずめの戸締まりとかもなんか歌ってますよね。なんかピエロのなんかぬいぐるみ着て、なんかキーボード叩いてたりするじゃないですか。なんか,なんか結構モテるんだなと思ったんですよ。<laughs> なんかバンドってモテるんだなと思ったそうですよ。なんかギターも弾けないギター担いでるだけでなんかオーラって出,る出れるじゃないですか。なので、バンドしかねえなと思ったんですよ。で 話なんですけどあのブンブンサテライズっブンブンブーンですよ。スティールボールラインに出てくるブンブンブーンっていうのがいるんですけど、たぶんブンブンサテライズの方だと思うんですけど、ブンブンサテライズっていうグループがいて、あのなんか,、ね、どなんかあの3人グループでなんかド,ラドラムの人がいるんですけど、ドラムはブンブンサテライズの正式メンバーじゃないんですよ。なんか、あのヘルプで来てる人らしいんですよ。で平井さんというん方なですけどで あの今もなくなっちゃうんですけどオリジナルラブっていうバンドもあってあ全然好きじゃないんですけどそのバンドも平井さんっていうのがやってるんですよでその平井さんっていう方があの,の弟が自分と同い年なんですよでちょっとしたなんかなんかあの仲良くなってなんかちょっとつながりがあって平井賢治ってやつなんですけどあの <laughs> すっごいなんか変なやつなんですよ なんか登山家みたいにひげが濃くて気持ち悪いんですなんか爬かハみたいな顔してない気持ち悪いんですよなんかう絶対こいつモテねえだろうと思ったら意外とモテるんですよでんか行動力があるとかは分かんないですけどなんかあのギターを買ったって言うんですよでギターを買ってあの路上ライブをするっていう話だったギターを買って弾けないのに路上ライブやって ギター弾けないのに、ラルカンシエールの歌を歌ってたらしいんですよ。そしたら、あの通りすがりのサラリーマンの人に、なんかお、あんちゃんさ、ギター弾いてよ、みたいな言ったら、いや、今弾けないんだよ、みたいな話して、弾けないけど、勢いで今、路上ライブやってんだよ、みたいなっ言ったら、100円もらった、みたいな話してて、<laughs> お兄ちゃんプロのドラマーなんですけど、<laughs> で、なんか、そこの路上ライブの100円もらったのが嬉しくて、な続けてったら、 なんかナンパされた彼女と今付き合ってるみたいな話になっててへえと思ってこんなのこんなのもあるんだなと思ってお兄ちゃんの力を使わなくてもこんななんかあの何か便所コオロギみたいな顔してるこいつでも彼女ができるってことはバンドはやべえんだって感じにしてでありがとうっつっておっちゃんありがとうねっつってあいいよ,いよお前も頑張れよみたいな話してて上から行ってんじゃねえよと思いながらであのバンドをやろうと思ったんですよトッピーバンドをやろうと思ったんです で、なんか自分、あの人徳が全くないから、今バンドをやりますって言ったって、誰も人が集まらないことは分かってたんですよ。なので、あの楽器屋さんとかあるんですよ。あの、なんか、ありますよね。街なに楽器屋さんが、透かしてるような楽器屋。もうあれ、あんぼったくりだろうとか思ってるんですけど、そこに行って、一回はなんか店員もなんか透かしてるんですよ。俺ギター弾きますぜ、みたいな。何のギター探してますかみたいな。そんなの相手にしなくていいんです二、ね、階のほう上がっていくと、 なんか楽譜だとかなんか売ってたんですよでその時になんていうのこう町内会の張り紙みたいなものところにみたいなのがあってコルクボードみたいなのがあってそこにガビリピッて止めてったんですよバンド募集中みたいなギター募集中ベースボーあの募集中みたいな書いてあってなんかあったあったと思ってでそこになんていうのこうなんかこう,こうななんていうのこう、えー、昔の映画とかにありそうななんかこれをパッて撮ったらここに電話してメールしてみたいな なんか多分そういうのが好きなんでしょうねバンドマンっていうのは。でなんかそこがあったからそれは一とりばパ,パパパって撮ってでまた1回の人はまたなんか喋りかけても差し替えとしていやいいですよみたいな形でである程度そういうの何枚か集めて電話したんですよ。つルルツルルっつって「どこだどこだ電話はボスどこだ?」みたいな「ここだ」みたいな形で「あもしもし?」っつって「あどうも」みたいな形で「なんか今あの貼り紙見たんですけど」って言って。 あそう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 ,そうみたいな形ででできるんだったらボーカルが良かったんですよ <laughs> 舞台めっちゃ下手くそなのにボーカルが一番モテるだろうみたいな理由でで思ってたんですよでそしたらボーカルの募集ってあんまやってなくてそれはそうですよあのゼブラヘッドみたいなある特殊なパターンじゃない限りはやってないはずなんですよそうなんだと思ってじゃあまあいいやと思ってギターぐらいでいいだろうってみたいな結構電話しまくったんですよ そしたらあの、まあ、何個かお話しする機会がありまして1人の方はあ,ありがとうございますみたいなあちょっとね今ねあ,のありがとうございますみたいなでも今ちょっとねあの申し訳にくいんですけどみたいな話しててあちょっと,ちょっとあの当時あのつば料無料とかなかったんでもう少しまきでお願いしますみたいなノリでだから今ちょっと募集をやめちゃったんですよ。 っていうのもバンドを解散しちゃったんですよみたいな7分ぐらいかかってるんですよああそうなんだみたいなそしたらあじゃあよかったらなんかドラムが立ち上げたバンドの電話番号を教えましょうかみたいな感じで結構親切な方だったんですよだからあそうですねだじゃあまた連絡しますねみたいな話をしててあすいませんみたいなでそういう人のやつはこうちゃんと個人情報もありますので髪,のあの髪をバーッとちぎってポンと捨ててたんですよ でもう一回、トゥルルトゥルルって電話して、ちょっとお嬢ちゃんで電話化してね、みたいな。ま、あそんなノリで電話したんです。たら、はい、とか出たんですよ。女性の方だったんですあ、もしもし、つって、どうも、つって、あのバンド募集しての張り紙見たんですけど、って言ったら、えみたいな。うちはあのガールズバンドなんだけど、みたいな話になったんですよ。あ、全然大丈夫、大丈夫、みたいな。あ、全然平気です、みたいな。あ、むしろそっちの方がいいです、みたいなこと言った。え、なんか、ガールズバンドって分かってんのみたいな。ちょっとなんかそのアナーキスト的な。 指導男子に多分憧れてるような人たちだったんです。うん、あそうなんだみたいな。あ多分大丈夫ですよっていう話をしてて。まあ、じゃあ一応ちょっと軽く面接するわみたいな話をして、ちょっと上から来てたんですよ。あどうぞどうぞって言ってあの、あの、ガールズバンドってどういうのか知ってるって言うから、あまあ、なんとなくみたいな形をしって。 結構私たちそのバンドに命かけてんだよみたいな。全然大丈夫。俺も人生かけちゃってるからみたいな話してて。じゃあ、なんかガールズバンドの好きなのお前言ってみろよみたいなこと言われたんですよ。なわか,かりましたっつって。まあ、いろいろありますけどもみたいな。じゃあ、じゃあ1個で1個言えっつっからあ、あ、ハローフレンドリーズがすごい好きですみたいな話した。じゃえみたいな話になって。え、え、え、何それみたいな話してて。え、何な,なのみたいな話してて。いや、なんか、なんか、 紐を解くとみたいな話をちゃんとしようかなと思ったんですけど、いや、なんか、そういうのじゃないんだよ、うちは、みたいな話になって。え、どういう感じなんですかみたいな話じした。あのソフトボールみたいな。ソフトボーイかな。ソフトボールか分かんないですけど、なんかあったんですそういうなんかあの、まあ、その時代、その時代だなっていうバンドがあったんです <laughs> なんか別に好きじゃないんだけど。<laughs> そしたら、あ、あ、はいはい、そうなんだ、みたいな。あ、グリーンデーとか好きな感じなんですね、みたいな。 なんかちょっとなんていうのちょっとミーハンなんですよ <laughs> ていうら。てか、あんのもういいよみたいな感じで。なんかガチャンと切られたんです <laughs> なんだよと思って。で、またすぐ電話かけて <laughs>。<た> <laughs> 着信拒否になってたんで <laughs>。そうしたら、そういうふうなあの電話番号が書いてあった紙っていうのはちゃんと保存しておくんですよ。っていうのを何回かやったんですよ。そしたら、なんかめんどくせえなと思って、結構お金かかるなと思ったんですよ。これと思って。で、なんか一個電話出たんですよ。だからもうこれも早く行こうと思って、なんかあんまこう、 喋ってもしょうがなもしっつってあの、ギターやりたいんだけどっつって話して、ああ、ああバンド募集っつって、そう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 って、どこまで弾けんのって言うからああ、全く弾けないんだよねみたいなって話したら、そしたら、じゃあ今日バンドメンバーが集まるから、そこでちょっと面接でもいいって言うから、あ,あ全然いいですよって言って、じゃあ、あの、ミスタードーナツ来てって言われたんですよ。あわかりましたって言って、で、ミスタードーナツ行ったんですよ。夜、待ち合わせだったんですよ。そしらあの、メンバーの方がいて、ボーカルの方と。 ギター,のベギターボーカルの方がいて。で、ベースの方がいて。で、ドラムの方がいて,いて。まあ、なんかそう、バンドマンみたいな感じをしてるんですちょっとクールぶってるみたいな。<laughs> ちょっとクールなんだけど、俺ちょっとおかしいぜみたいな感じがして。ああ、どうも、おむすみたいな私ですよあそうなんだなんでバンドやりたいと思ったのって言うから。いや、モテたくてとか言えないじゃないですか。まあ、ここはまあ、勢いでいくしかないと思って。いや、なんか、あの、一番、 輝いいて見えたみたみな。なんかまあいいいかなみたいな。み <laughs> た適当なこと言って <laughs> やったんですよそしたら, <laughs> からなんかそのリーダーっぽい人はまあいいよみたいな話になってでドラムの人もまあ別にいいよみたいな話になってなんかベースのなんか渋い感じの人がちょっとなんか首ひねってるんですよでどうした分だったっけな分どうしたみたいな話してて <laughs> そしたらでなんでこうギターわかんないのみたいな話になったんですよ いやだってそんなん最初は読めないでしょ楽譜なんてみたいな話しててそあ確かに確かに」みたいな,でなからちょっと盛り上がってカラオケに行ってなんかでなんかカラオケ割り勘だったんですよ <laughs> で割り勘でそうグループに入れたんですよなんてグループかもう,もう最初から名前覚えてないですけどでまあいいやと思ってでそしたらあのー、そのバンドのあの感じだと まあ、ちゃんと月に週に何回かは集まってなんかのスタジオを借りてなんか練習をしますっていう話はい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 で自分はそんなやりたくないんですライブ一筋 <laughs> ライブ一筋でいこうと思ってそしたらあのそ,の、まあ、そのスタジオを借りて練習しますでとっぴんにはギターを教えますみたいな話してあありがとうみたいな まあいいかと思思っっててて教えてくれるんだだしし楽しそうだなと思ってあともう一つフルートを弾ける女の人が来るからって話だったんです女性の方が来るんだと思って。でえって言ってフルートって何みたいな話じゃないですか。何 <laughs> でバンドでフルートがあるんだみたいな。吹奏楽部なんですかみたいな話になってて。でちょっとうんとう思いながらもまあいいやと思って、まあ、女性の方が来るんだったらまあそれもそれで手っ取り早いだろうみたいな感じで思ってたんですよ。モテたくて必死だったんです。 で、なんか言ってて。そなんかギターを教えてくれるんですよ、こう。だかこうやってやってちょっとめんどくせえな、これ。<笑><笑>か、幼稚園の時に、幼稚園に行かせてもらってたんですけど、なんかその、発表会みたいなのがあったんですよ。なんていうのう、ハーモニカ、ハーモニカだよね。あの、息ふーって吐いてこうやるやつ。 あってでドレミファソラシドっていうのがあってまあありますよねドレミファソラシドって弾けたら次のステップに行っていいって話なんですよ。で私その時にドレミまで弾けたんですけどファっていうのがそのあの何ていうの分かんなかったんですよ。このファの ふとちっちゃい「あ」が入るからこれは何か2つ弾かなくちゃいけないのかなみたいなこれは何かこの黒い方を弾かなくちゃいけないのかなと思ったんですけどそれを全くその担任の先生が教えてくれずにあの <laughs> も,うも,うもうどうしようもない人たち <laughs> どれがそのちのが弾けない人たちのクラスに集められたんです <laughs> それが大体5人ぐらいなんです。 全校の,あの幼稚園の中であのみんなでハーモニカ弾けますっていう中の5人ぐらいのもうどうしようもない人たちの集まり方多分だけど何かしらの病気を抱えてたような人たちと一緒になってひたすらあのドレミドレミだけをひ練習するっていう拷問のような時間があったんです何かみんなそれがよく分かってないハーモニカ自体がよく分かってないみたいな感じでそのコンクールの時って 親とか来るんでで、すよで。やっぱり何て言うのこう恥ずかしい何から親を恥ずかしがらしちゃいけないじゃないけどなんかこうなんか,なんか嫌,じゃない嫌だったんですよ一応そのあのみそっかすグループの先生はあなたたちはなんか一生懸命頑張ってる風な形を見れればみんな拍手してくれるからみたいな上手い人に任せましょうみたいなそういうスタイルだったんですよだからあの分かる <laughs> 余計なことせんでいいから <laughs> ハーモニカ持ってそこに座ってろみたいな 形だったんですよでも、それだと、なんか、やっぱ浮くじゃないですか。で、幼心で思ってたんですよ。だからどうしようと思ったら、こんなの吹いてる真似してるばどうにかなんじゃねえかなと思ったんですよ。なんか一生懸命吹いてる真似してたんですよ。<laughs> そしたら、なんか、やっぱ分かんなかったみたいで、意外とどうにかなったんですよ。なので、なんか、あの、ライブも、 それでいけばどうにはなるかなって思ってたんですよ。所詮は人の歌なんて聞いてねえだろうと思って。だから、それで行こうと思ってたんですよ。だから適当に練習してライブになって、なんかこう、やってる風にして、で、それでなんか、彼女を見つければいいよみたいな。まあ、ギター弾いてればモテるやっていう、そういう考え方で、バンポープチキンだってそんなもんだろうみたいな感じで思ってたんですよ。そういう風な感じで、スタジオの練習とかやって、 ある程度、なんか、数回たったんですよ。ギターも弾けずに、なんだかんで、で、ライブをやりますみたいな時があったときに、なんか、リーダーの方が、急に喋り始めたんですよ。ちょっと集合みたいな。で、フルートの女性の方も来たんですよ。あこの人がフルートかみたいな。旋律の人だみたいな形で。闇のそなたを弾く旋律の人で、その女性の方が来て。で、えっ、ー、と、あともう何人かは声かけてるんだけど、みたいな。なんか、結構ビッグバンド的な感じなのみたいな感じで思ったんですよ。え、こんなの招待多いのみたいな。 だたらあの私たちのバンド練習っていうのはこうやって普段だったらギターの練習とかをさせないバ,バンドが多いのねみたいな話しててへえって言ってそのギターが弾けない人とかは別にメンバーに入れないバンドが多くありますみたいないや <laughs> あんたエれザじゃんみたいな話思ったんですけど黙っててあそうなんだと思って。へ 私たちが優しくしてるっていうもこれないくつかちゃんとした理由があってそれを今日発表しますっていきなり言われたんですよでへえって思ってだから「俺ね」って言って「新選組が好きなのよ」みたいな「好きないよ」みたいな言い方したんでちょっとカチンときちゃうんですよ「好きないよ」みたいな「新選組がすごい好きだよ」みたいなでライブになったらあの1万体2万体っていうのがこう新選組みたいな話でした何言ってんだろみたいな うち新年軍だろうみたいな話であれだ東京とか日野市の話してるんでしょ」みたいな話して何,何言ってんだこれと思って「はいはい」って言ってそしたらまずその初心者グループ2番隊だよねトップ君がいる2番隊とフルートを吹く千日さんとあともう何人かいる人たちが2軍としてライブの一番最初に出ますみたいな「はい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 」って言ってで あのその時は大丈夫安心して安心して,てリーダーの俺も一緒に行くからみたいな話で「えあそうなの?」って言って <laughs> そしたら「あの僕たちは、まあ、何々グループっていうバンドをやってます」って言ってでこういう初心者の方にもこうレクチャーをして音楽の楽しさを教えてますみたいなでは成果を見てくださいって言って格好をやろうみたいな。 カッコウカッコウカッコみたいな歌あるじゃないですかあれを演奏するみたいな話になったんですよ <laughs> えっと思ってそのリーダーの人が言い始めるんですよだから今日からカッコの練習をやりますみたいな話しててえっ何ちょっと聞いてねえんだけどみたいな話しててその人が言うにはまず1番隊2番隊で私たちのバンドグループを分けますって話なんで自分をール、えっ、ー、るベース、えー、ドラムでそしてギターボーカルの俺は1番隊ですっていう であなたたち、えー、旋律と突飛がいる、えー、人たちは、2番手グループの、えー、新選組ですと言って、でまず、お前たちは何をやるかって言ったら、バンドの前で、俺たちの前で、あのー、僕たちも彼、あのー、先生のおかげで、こういうふうなギターを弾きましたありがとうございました。では、1番隊の人たちの演奏になりますっていうのをやって、1番隊がドーンって来たこ方が盛り上がるからって話になった。もうただの前座じゃんって話じゃないですか。 一番いいらねえ前座の話じじじゃゃんって感じじゃないですか何言ってんのみたいなしかも「カッコとかやべえだろ」みたいな話じゃないですか「大丈夫俺が歌うまいからそれでごまかす」みたいな感じいきなり「カッコ歌うを歌い始めたんですよ。何だこいつも」って「何 <laughs> だろう」みたいな「カッコでもモテるわけねえだろ」と思って「あお疲れした」っつって「じゃあいいです借ります」って言って。 びっくりしました本当何が新選組ではバカチンがあると思ったんですけどねそんなこともありました、ね、これだけでちょっと20分近く喋っちゃったんでねもうちょっとやめにしますけどもまあそんな形がまず1個あってあのー、<laughs> バンドはちょっとうまく多分ねこう多分あ人が合わないんだろうなと思って、うん、あんまりそういうタイプじゃないんだなトッピさんはなみたいな感じで思ってて。 まあ羨まましいのはありますよねみんなと一緒にこう同級生とか何人集まってバンドやってでライブやってちょっと仲良くなって飲み会やっちゃうみたいなだからそういうのは憧れますけどちょっとそういうのはちょっとできなかったなと思って自分のフィールドはここじゃないと思ってここじゃないと思ってでどこだと思ってもう一つちょっと違うフィールドを探そうと思った時にブンブンサれライツのドラムの弟の平井君と人が あの2000年ぐらいから2000年2001年ぐらいまでマルチ商法にかかってたんですよ <laughs> でお母さんいい人です、ね、猫飼ってる人なんですけどマルチ商法にかかっててまあよくある話ですよえっ、ー、と俺らぐらいの年代とか、俺もっと若いやつがいい車乗ってるって話てでで年収も全然高いとでそういう人たちにちょっとお前も合わせるからみたいな <laughs> 絶対マルチじゃんって話じゃないですか <laughs> そんな100%そうですよね <laughs> ででマルチだよそういうのやめた方がいいよって言ってるのにいやなんかこうやってやっぱ貪欲なんですよ平井君は自分がモテないっていの分かってるからだからこう,やこうどん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 前に行くんで,で女の子もいるからみたいな話しててでその時ははいはいとか思ってたんですけどあこれいけそうな,んなんと思って <laughs> マルチも人いっぱい集まるし、女の人もいるし、ちょっと言い方悪いですけど、大体そんなの引っかかるぐらいだから、俺にも引っかかるんだろうみたいな感じで、あのそこにも潜入したっていうお話ですね。これはまたちょっと機会があれば、ちょっとまたお話させていただこうかなと思うんですけども、あの最後になんですけど、バンドマンの人たちが、あのなん楽器屋さんにこう自分のメールアドレス、電話番号っていうのをこう貼り付けてたものっていうで。ちょっとあの 自分と馬が合わなかったっていう人たちの,この個人情報っていうのをストックして。で、次の,そのステージですね。あのマルチ商法に行って、あの電話番号とかメールアドレス、個人情報を書いてくださいとこ。ところにはその人たちの電話番号とかをひたすら渡して書いてたっていうお話なんですけども、ね、後味が悪い話で申し訳ございません。ね、形になります。<laughs> どうもありがとうございました。すいません。好きな番頭だったら教えてください。失礼します。